何か自分たちを導いてくれるものが必要なんじゃないか。だからそれを探し始めるんですね。で、これがダメで、本当は探すんじゃなくて自分たち作んなきゃいけないんですね。リーダーって本当はグループの中で作っていく。はい、おはようございます。早稲田メンタルクリニックの院長増田祐介です。今日はリーダーとグループというテーマでお話ししようと思います。で、集団、人間って集団になってくるとですね、集団力道っていうのが働くようになるんですけれど、集団であってもなんか一人の人間の心ので起きることと同じようなことが起きるんですね。だから、一人一人別のことを考えているようで、集団になったことでみんなでなんか一つの脳みそが出来上がっているような感じって起きるんですよ。なので、精神科の中ではその集団力道とか、集団精神療法ですね、という形で集団の、まあ、理解をしていこうとか、それをうまく治療に生かしていこうという、分野があるんですね。で、僕はそこの専門でも何でもないんですけど、まあ、知識としては知っているし、まあ、実際臨床上の話とかいろいろ自分も組織で自衛隊に所属して組織の中で働いてた生活していたこともあるので、その時の経験を交えてですね、まあ、グループが困惑している時、混乱している時どういうことが起きるのかということを、お話ししたいなと思います。はい。で、ですね、まあ、よくですね、こううまくいってない時、グループがうまくいってない時っていうのは、グループ構成員ってどういう気持ちになるかというとですね、自分らは無能とか能力が低いんじゃないかとか、そしてリーダーが必要なんじゃないかと思うんですね。だから助け、リーダーとか教えとか何かルールでもいいんですけど、何か自分たちを導いてくれるものが必要なんじゃないか。だからそれを探し始めるんですね。で、これがダメで、本当は探すんじゃなくて自分たち作んなきゃいけないんですね。リーダーって本当はグループの中で作っていく。で、誰かがグループのリーダーをやる、そうだったらそれを援助するってことをしなきゃいけないんだけど、まあそういうふうな発想に至らないんです。で、至らずに、例えばですね、よくあるパターンとしては愚か者がリーダーになることがあるんですね。目立つ人とかがリーダーになって、それに、なんかこの人がリーダーじゃいけないんだろうなと分かりながらも黙認黙従をしていくっていうパターンですね。その結果、そのうまくいかないグループっていうのが全然前に進まないパターンがあります。で、誰かがですね、いや、この人リーダーだとダメでしょみたいなことを言い出すと、そのリーダーではなくて周りの人が意見を潰したりするんですね。せっかく頑張ってんだからほっとけよとか、お前が言うなよとか言って、このリーダーを仕立て上げるみたいなことが起きちゃうと。そうするとなかなか組織ってうまくいかなかったりとか、グループって全然前に進んでいけなかったりしますね。まあ、これはよくあるパターンです。で、次ですね、パターン2、リーダーが生まれてくるのを待つってパターンですね。だから愚か者がリーダーじゃないんだけれど、なんか2人か3人ぐらいが集まってなんかいいプロジェクト作ってそうだな、あそこからなんかいいリーダーができるんじゃないかと思って、じゃあ彼らが頑張ってるから僕らを見守ろうとか、僕らをサポートしようという形でやっていく。だけど、そのリーダーが生まれてくるような雰囲気って常にあるので、なんかこうとにかく任せてみようよとか、あそこからいいのができるかもしれないからやっていこうよというふうになったりするパターンがありますね。で、パターン3つ目、問題があるからリーダーがいないんだと思うパターンですね。だから小さい問題を片付けしようというふうになっていく。だから些細な問題を解決していく。本当はもっと大事な問題があるのに、とりあえず掃除から始めようとかなんか、いや、それやってる場合じゃないでしょということなんだけど、いや、とりあえずこっちを改善していこうみたいな形になって、小さなトラブル処理に追われてくる。で、小さなトラブルを解決していく中で何か先が見えてくるんじゃないかっていう幻想にとらわれるっていう形ですね。あとはその身内の争いに終始しちゃうパターンがあります。だからあいつがいるからダメなんだとか、もうそうなってくると悲惨ですよね。あいつのせいでうまくいってないんじゃないかとか、って形で終始しちゃうパターンがあります。だから問題を誰か特定の人物に押し付けるっていうパターンもあるかなと思います。
大体この3つのパターンによく当てはまって、まあよくですね、患者さんたちは適応障害とか、だから仕事のストレスを受けて適応障害になって当院に訪れることがあります。で、患者さんの話をよく聞いてみると、まあこの3つのパターンどれかに当てはまったりしますね。だから大事なのは、そのまあ僕はいつも思いますけど、そこにいる、まあ彼らっていうか、そこにいる係長とか部長とか、もうちょっと上の人がちゃんとしなきゃいけないところをやってないんですよね。やってないからうまくいってないことってあって、いや、まあ、それはそういうふうな言い方って、あれ、ここリーダーをなんかと思ってるって思われそうですけど、でも実際そうで、リーダーにある立場の人があんまりやってないと。かといってリーダー、じゃあ新しく生まれてくるリーダーを潰しにかかるような雰囲気が出来上がっちゃってるっていうのが問題だったりしますね。はい。で、これもなんかまあ個人的な意見になっちゃうんですけど、まあリーダーシップ教育っていうのを、まあそもそもあんまりされてないですよね。だから代表となってやってみるっていうことが、機会がもう圧倒的に少ない、と思います。学生の頃から日本の学生っていうのは特に。で、このリーダーシップ教育って全員にしなきゃいけなくて、リーダーシップを取る人だけやればいいってものではなくて、今後リーダーにはならないかもしれないけど、リーダーをサポートする人とか、そういう人にもリーダーシップ教育をする必要があるんですね。で、なぜかっていうと、そういうことをすることによっていいサポートができるし、あとこっちになることを防ぐんですよね。こういう誤ったパターンに行くことを防いで、正しいリーダーシップとか正しいリーダーの生まれ方を知った方が、間違ったパターンにはいかなかったりするので、大事かなと思います。で、あとはですね、そのよく思うんですけど、多くの人はでも正しいリーダーがいても、愚かなリーダーがいても困んないんですよね。で、困るっていうのはいつも結局弱者の人たちだけなんですよ。だからリーダーがいなくて困るのは、ほとんどの人は困んなくて、結局そのスケープゴートされる人たちが多少増えたり減ったりするぐらいなんですよね。で、このスケープゴートをされちゃう側って常にいて、それがすごくこう残酷な事実なんですよね。だからリーダーがいない、本当にそう思う、なんていうのかな、リーダーがいなくて困るのはリーダー側ではなくて、本当にその一番弱い人たちが、被害を被るということです。なのでみんなでやんなきゃいけないんですけれど、まあ患者さん自身に対しても大事なのはリーダー信仰を捨てるってことですね。だから周りの人と同じではなくて、リーダー進行をやめて、治療の主人公は自分なんだ、だから自分からやっていくんだっていう気持ちにちゃんと持てるか、どうかってことです。家族で治療していても、夫婦で治療していても、何でもいいんですけど、自分たちがきちんと当事者意識を持てるのか、自分たちが、タイミングを変われば自分たちがリーダーになれるような気持ちでいるのかっていうのはすごく重要ですね。そうじゃない限り、リーダーを治療者に求めたり、家族病理があるパターンは患者さんだけに、責任を押し付けちゃったりしますね。例えば摂食障害の患者さんがいて、家族病理がある、だからすごく教育熱心な両親がいて、彼女がその被害者だったりして、それでなんか自分の意見が言えなくて、結局その摂食障害みたいになっちゃったパターンの時に、家族はその治療の中心を主治医なのか、もしくはその摂食障害をしている患者さん本人に求めちゃって、じゃあ私たちサポートするねって形で、なんとなく当事者意識がない両親が生まれちゃったりするんですね。それだと全然やっぱうまくいかなくて、ある時は治療の、ね、主人公というかリードしていくのはお母さんであったりお父さんだったりするんですよね。それがないと治療はうまくいかないよっていう話はよくします。で、患者さん自身も治療を良くしてくれるのはお母さんとかお父さんではなくて、主治医でもなくて自分なんだという気持ちを持つということですね。これはまあよく話すかなと思いますね。はい。だからこういうリーダー、愚か者がリーダーなのを否認しちゃうとか、リーダーが生まれてくるのをただ待ってしまうとか、幻想を持ち続けちゃうとか、小さい問題に目が行きすぎるっていうのはよくある、問題なので、まあ、ここに気をつけながら、ちゃんと自分たちで当事者意識を持つっていうのが大事なんじゃないかなと思います。はい。
では以上でこの動画終わります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタンを押してチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。